はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。今日はトクのアカウントで、エビルミキサーガチャやっていきたいと思います。はい、162個果たしてどんなイベキャラ出んのイベキャラそもそも出るのエビルミキサーガチャ、うん、上の方にあるバナーの上ですねのガチャが、なるほどですね、下のこの一覧、もしかしたらじゃあ PR これ1回目10回目のみ確定って書いてあるけど、他のタイミングでも出てくる可能性はあるってことね。はい、うんうん、で、下をスーパーミキサーになるとさらに良くなるんだ。そうですね、下を確か30回とかやると上が解放されてエビルスーパーミキサーガチャが出ると。下10回で解放、30回10回ですね。10回だね、うん、こっちを10回やるとこっちが解放されて天才とかもらえるみたいじゃん。今結構いいラインナップでしたよね。SR ミクリア、これ SR ガチャ天才、調子マックス、ロックオン、ナイスピッチボールあたり、あと R ガチャ券あたりはなんか外れな感じがするですね。あ、はい、そうですね、そこを外せればいいんじゃないですか、うん、一番下の SR イベキャラいずれかっていうのも楽しみですし、 SR ガチャ券と SR イベキャラいずれか、今復刻とかもあるからね。はい、うん、まあちょっと頑張っていきましょう。おお、またこういうやつね。3色以上で回せるのね。あ、これ個数とかも大事ですよ。泣きます。あんまりレインボーは使わないようにだね。そうですね。うん。1回目。はい。今160個あったんで。おお。いけるだけ、30何回かな。うん、いけるだけ。おお、確定か。最初は確定ですね。ちなみに、今ので言うと、SR のミクリアも何体か出そうな感じだね。俺今40持ってんの PSR で、はい、であと SR プラス5がいるのよ。はい、この機会に50とかできないのかな。それはさすがにきつい。どうなんすかね、サクセスとかどれだけ周回できるかじゃないですか。あ、そっか。じゃあ今割とガチでやるよりもスピードでサクセスやりまくる方が良かったりするんだ。そうなんですよ。だ、今一個言われてんのは、はい、シラス高校でアードっぽい、アードっぽい、うん、妄想の連発で、チームメイトが強くなるから試合も勝ってエビル高校までは簡単にいけるんじゃないかっていうところですね。なるほど、みんなよく考えんね。あれ、勝てばもらえるんだよね。そうっす、勝たないといけないんですよ。まあ、あと通常のスタジアムもそうだしね。おお、これは嬉しいな。今が5回、はい、折り返しですね。招きは嬉しいね。めっちゃ嬉しいですね、うん、上だと今のこのエビルミキサーの方だと招きは当たりですよ、ね、おお、連チャン1個ぐらいくれよ。すいません、うん、すいません。いいんだけどさ。うん、ハズレね、いわゆるハズレ。3色5個っていうのは結構なんか持ってかれてる感じするね。おお、フェイントね。そう、ここでは出ないから。ラスト、うん、エビルミキサーガチャは2回ですね。で、ここはもう PR が確定。まだもう次ですね。次か。はい、こ引いた回数9、これが10回目なんですね、うん、ここが PR 確定かな。さあ、あらら、うん、確定分です。で、おお、上がなくなったってことね。おお、来ました来ました来ました。行こうよ。そっからっすよ。ちなみにとくはミクリア持ってんの？持ってます、うん、37とかなってきてたんですね。じゃあ嬉しいね、 PR でも。さあ、こっからですよ、こっからですよ。バンバン SR 行きたい。うん、そして天才も。でも SR ガチでんのが欲しいのか。天才はやっぱり虹玉なのかな。どうなんですかね。ねえ、確率的にどういう順番なんですかね、うん、SR ミクリア多分
一番の目玉ね、特徴みたいな、どうなんだろうその辺。いやでもここで SR 見たいな。でもなんかこうやって徳が引いてんの見てると失礼、俺も早くやりたくなるわ。今私貯めてますから。カズさんはもうドカッと何百連的な感じで、そうなんか千年する。千年めっちゃ大変だな貯めるの。五千個必要なんでしょ無理で五千個か。いさあいさあ、やばい。おお、これは嬉しいんだよな。一回この伝説の、伝説じゃねえよ、伝説の前職パターンね。出るべ。はい、あざす、うん、伝説のもう一回いっちゃいます、うん、伝説のフルカラー、フルカラー印刷エプソン、CM ありそう。いやー渋い、全然出ない、全然ダメじゃん。儀式した方がいいんじゃないの、もう一回ラスト振るから。儀式した方がいいんじゃないの。好きっすね儀式。儀式好きだよ、やっぱり神様いるから。いやー渋い。えしかも本当にまずいんじゃないか。うん、1個言っていい、フルカラーにしてから悪くなったよ。マジっすか。うん、じゃあ戻そう、うん、本当だ。一回このパターンやったことないっすね。うん、気持ち赤強めに炎の、こんなもんすか。さっきの上のスーパーミキサーじゃない方がなんか良かったですね。戻します。うん、青に緑に、おお普通から出たね。天才嬉しいね、超嬉しいですね、うん、だから今と同じパターンで、同じパターンで、天才黄色でしたよね。黄色だったね。さあもうだいぶ減ってきたね。やばいっす。うん、だからこの動画でいけるとこまで使い切っていきます、うん、SR 引きたいと思います。でも全然 SR 出ないね。どさくさに紛れてこなんか20連ぐらいしたらかじゃん。頼む頼む頼む。いやまずいよ、赤はなんか一番まずいな、うん、たまに招き出てくれるけど。トク、やっぱり伝説最後やった方がいいわ。から5できないですよ、3種使いにできないです。だってカラーだとできんじゃん。うお、招き3個、今3個入ったよ。え、これいけるんすか。いけるでしょ、いけるよ、いける。これだよやっぱり、これか、これだよお前。もったいねえ感じしかしねえけど。こっから出るのか。でも招き3個ってすごっ。いけ、いけ、だいぶ口含んでたよ。いやだって気持ちがやっぱりなんかないもん、もったいねえ。親指に魂込めないと。もったいねえ。サクセス周回でも疲れてるんですよこの親指も。さあ次あと3回ぐらいできるかな。エサラでもちょっとこんな出ないイベントでしたっけこれって。俺結構出てたイメージある。そうですよね、もっと出ますよね。これはなんか俺多分本当に悪い引きをしてる気がします。もっと多分皆さん簡単に出るはずなんで、あのスタジアムの操作とサクセス諦めるとかせず本当やってほしいですね、うん、いやいやいや本当にこんなんじゃないです。こんなんなんじゃないの。いやこんなんじゃないですよ。これやばいっすよ。おっ来た。
ベキャラみたいな顔してたけどね、ゲロ。また伝説のフルカラーでいっちゃうか。それ伝説じゃないんですよ。おお、ほら来たじゃん、 PR 泉伝説のフルカラーセットに流れを感じた。よし、いきます。頼む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 、エサリ1枚欲しい。ラスト、よし行こう。どれがいいですか。え、どれがいいですかってそんなに選択肢ないよ。したら緑2つに、緑2つ、黄色2つに、黄色2つ、一番下のカラフル。おお、やったことないですね。うん、行きたいと思います。よし、もう人差し指に気合が入った、うん、親指だったよ、下。OK、 渋い。やー、こんな感じなんだ。こんなにくれんかね。まあでも勝手側分かったよ、どんなイメージかっていうのも分かってる。これあと何日ぐらいあるの、これ。まあ、イベント自体は結構長いと思うんですよ。うん、15日まで。はい。え、そんなんの。いや、多分回収できるのはあと5日とかだった気がします、ね、あ、それまでに使ってくださいって感じね。あ、そうですね、あと5日と5時間、うん、うんうんうん。でも言っても5日間あれば、僕が今1日、ちょうど約1日ですよね、24時間で、うん、約今のが34連ぐらいできたって考えると、うんうん、100連はできる。100連はできますね、しっかりやっとけば200連もいけると思うんで、うんうん、これあれ、スタジアムを真ん中のシャキーンって出た時はあれだけズドーすればいいんだよね。そうですね、うん、でも今まあスタジアムメダル増量期間なんで、うん、今の期間は皆さんあの全部試合やった方がいいです、自走差で、うんうんうん、溜まり方異常っすね。毎試合1000とか稼げると、まあ、もちろんスターメンボーナスになるんですけど、1試合1000稼げたら、そうだね、招き1個すぐっす。ちょっと渋かったな。わびガチャ、渋いわびガチャ、わびガチャなんで徳がわびんだよってワピガチャ、もうほぼ下の方しか出ないな。下しか見てないな。調子マックス、ロックオン、ナイスピッチ。あ、おい、ゲドウくんぞ、金来て、上から3番目。結構いいやつだったね。いいかな。まあでも30回目のみ確定だからね。まあミクリアはきついでしょうね、うん、だから SR ガチャ券とかはめっちゃ嬉しいですよね。だってスタジアムメダルで言ったら10万枚っすよ。うん、普段の通常スタジアム何十試合、何百試合やって取り1枚手に入るかっていうところを考えたら、ね、でもなんかいろんなこと考えるとやっぱ天才が一番いい気がする。うん、うん、プレミアム感ありますね。プレミアム感あるよね。じゃあどこですか。はい、まあちょっと頑張ってください。私もちょっといろいろやってみますよ。ちょっとここは意外と、うん、意外と本当にちゃんとやった方がいいイベントだって僕は思いますね。適当にやってても適当にこう回収できて、ちゃんちゃんのそこいいものが手に入るっていうのはそうなんですけど、そこでも少しでも追い込んで SR ガチャ券とか招き天才とかいっぱいもらった方がいいです。わかりました、頑張りましょう。何ですかこれは。何ですかこれ、誰ですか。イエローカード出すのかと思ったら違う、誰ですか。金を出せ、うん、キエンザ、金を出せ、キエンザ、こんなの、キエンザ、キエンザ違くないですか。キエンザなんだっけ。キエンザってクリリンのっすね。あ、クリリンだっけ、キエンザって。こう、いや、これはウルトラマンっすね。ナッパもそんなのやってなかったっけ。ナッパは気候法っすよね、うん、気候法っすよね、効かなきゃっすよ。これはそれは、まあ、観光サポーじゃないですか。これも観光サポー。うわそれはラモス、ちょ、ビスマルク、ビスマルク
はい、そんな感じでまた動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。